ではパズドラ究極攻略 TV をご覧の皆様、こんにちは。こんにちは。今日はついに大魔王サタン降臨に、はい、無課金プレイヤーのスプリング魔王さんが挑戦します。はい、いやもう次サタン来た時挑戦しようと思ってたんですけど、いや動画でやることにはなるとは思ってませんでした。まあ完全にあれなんですけど、僕の無茶ぶりですいやでもあの先生、小助先生とね、スーパー低速版の清水氏に出ただけなら、おお、見ていただいてやれるっていうのは頑張るよ。あーやばい、緊張する行きましょう。じゃあではちょっとフレンド設定の方から、はい、行きます。行きましょう。イエイパーティーはこちらです。はい、昨夜パーティーですね。はい、方針としては、方針としては、うん、バルキリーは全く生きてないんですけど、はい、生きしてないというか、まあ、まあ、変換が使えないね。変換が使えないんですけど、まあ、あの貴属性の属性要因と、あとは光属性をできれば4体積みたかったので、うん、これにしました。本来バーチェのところがエンジェリオンとかいたら、まあ持ってらっしゃる方はいいのかなとか思うんですけど、はい、もうこれはですね、はい、ボスに威嚇をして、はい、詩人乱舞を2発打ち込み、バーチェの変換1回で倒しきるっていう完全な、パワーゲームでございます。やばい、ゴリ押しですね。ゴリ押し、やばいっす。ゴリ押しゲーム。小助先生、私1個気づいてしまいました、はい、これね、音が多分ね、出てないパズドラから無音、ちょっと音出すよ、その音。はい、来た。失礼しました。ここからパズドラの音がみんな出るよ。はい、申し訳ありません。緊張してるからもうここからこれでいくからね。マオさんもぜひぜひ、絵本してください。はい、やばいやばい。そもそも私がうまくパズルができるのかっていう問題がある。いや、まあ、あの、今日はアドバイスだけです。そうですね、はい、私も自分のパズルでいきたいという気持ちは実はありまして、はい、なんとか自分のパズルでサタンにたどり着いてゲットしたいと思います。はい、はい、なので僕も清水くんもただちょっとしたガヤ要因ですよね。いやいや一応ほら何コンボとかは やろうよ。なんか こことここはいけそうとか、こことここはコンボできそうとか、ここ倒した方がいいよみたいな、そうだね、それをお願いします。思います。では、じゃあ行きます、挑戦お願いします。まあ今日お菓子かかってないんで、うん、いやいや、そういうんじゃないでしょそういうんじゃないでしょ。さあ来た、クラーケンですね。2ターンの方からですかね、うん、2ターンの方をチェックして、はい、とりあえず、4色決めたいですね。4色だけでいい。これ4色決めれば多分削れないかな。4色、コンボか、5コンボ。でも変に削りすぎて残った時が一番怖い。怖い。困ってるよ。その大連撃っていうのがあって、それ来たらもうほぼ積んじゃうんで。まあでもあれですね、一つ食らって先生もちょっと厳しいんで、2ターンの方から倒していく方がいいかな。そうですね、うん、一発も受けたくないですね、できれば。これイカからですね。はい、そうですね。わかりました、やってみます。正直3コン以内にこれ取れたら OK かなと思うので、はぁ、あ、はぁ、あ、はぁ、はい、そうですよね。ボスケさんとりあえずサタン頑張って取っとけっていうのがあったと思うので、はい、わかりました。じゃあ行ってみたいと思います。サタンは石使う価値があるかなと思うので、マオさんのタイミングで、はい、行きます。いや、OK です、 OK です。うわっ、なんかいっぱい来てる。ワンパンしても別に問題はそこまではないかな。ない、できれば残れ。ああ、まあでもまだ、まあ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 、まあ、大丈夫、まだいい、ここが2とかで湧かない限り、はい、ランク回収早いっすねこれダメなやつじゃん、ダメなやつ、これまずいやつ、回収早っ、まずいやつ。できればでもここは1ターン貯めて抜きたいですね、最低でも。ですね、はい、これは非常にまずい展開ですね。うそー、ハーデスさんの気分次第ですね。気分次第はー、なるほど、はい、
こう下の青とか闇とか青とか青と闇をとりあえず消していきましょう。なんか盤面に、ね、青を置いてありました。この下の闇で上まで行って上で紫消します。そうですね、なんか余計なものを消してしまいそうな予感がしました。いい感じですね。はい、ここで決めれば確実に倒せるので、はい、発動すれば。わかりました。つらい、このつらい、この戦い、いきます。はい、いいっすね。おお、あー、おしゃれに決めれました。おしゃれに決まった。よし、よしよしよし、リリース2とかでわかんないかな。だよな。ですよね。え、でもさっき私、はい、朝村井さんがやった時は2とかだったのリリース。いやー、ほんと気分屋なんすよ。なんでなんで、つらい。ここも、しっかり4色組んであげれば、倒せなくてもリザレクションとかがあるんで、確かあるよね。リザレクションなかった。リザレクションはあります。あるよね。倒せないことは多分ないかなと思うんですけど、はい、まあ、とりあえず4色だけでリザレクション誘発も面白いかもしれないです。うん、あとは、なんか魅惑的なマンションみたいな祈り。あー、それ祈りたい。あ、でも一発食らえたら多分1万2000なんで、そうなんですよ。結構サタンの先生で完全にやられちゃうってことになっちゃうんで、倒せない。その時はエキゾナが止まってない時点でもう諦めるってぐらいの気持ちになるべき。あ、そうなんだ。石効率を考えると、うん、諦めた方がいいんだ。結構ワンフロア一撃は、うん、もったいないんだ。おっとってやつ。なるほどね。危険信号でハーデスまで行って様子見よう。そうですね、はいはいはい、わかりました。じゃあとりあえず私4色消えますね、まず。はい、なんか紫がいっぱいになってきた。おお、ここですね。お、1っていうことが1がいますね。あ、フルチェックで、はい、とりあえず5色、あ、4色決めて決めれば、はい、おそらくターン稼げるな。1体は残せそうです。右1体残したいですね。なんで闇を消しつつ4色ですかね、今回。闇を消しつつ4色、まあ、つまり5色ですね。はい。5色ね。つまり5色です。これ緑の位置がすごいむずいんですけど、はい、これどう考えたらいいですか。まあ、まあ、持つのは左の目、ね、はい、緑だと思うんですけど、うん、作る場所を、はい、動かす前に決めておいてあげると。そうですよね、そうですよね、うん、緑の下の赤を一番下の段の2個並んでいる赤にくっつけるとかすると、まあ、見えやすいかな。どうしようかな。でもそこまでコンボしなくてもっていう感じですね。うんうん、でも決めないとまずい。決めないとまずい。決めないとまずいです。まず決めないとまずくて、この状態で私がちゃんと決められる4色の位置を考えないといけないので、じゃあ4色5コンボの5色5コンボの簡単な動きだけ。います。そうですね。ヒントヒント。ヒントはですね。ヒントヒント。まず左の緑を持って、はい、下にその下にある赤があるじゃないですか、うんうんうん。それを一番下の段の真ん中の赤が2本並んでるところに、うん、持ってくるんですよ。はい。それをそのまま下に回り込んで右に上がります。あ。で、光を揃えて、わかります。左に入って、はい、青を揃えて挟みますよね、はい、挟みますよね、はい、緑と緑が黄色、そうです、そうです、黄色1個をね、緑で挟みます。そこの水の1個ずれを縦に横に整えてあげて、ね、そのまま
左行って上から一番右まで持っていくと、はいはいはい、青と光の落ち込んで、そうです、緑がこうかっこいい感じですね、が合体しますね、はい、ですね、わかりました、わかりました、わかりました、じゃあ、おっとーっと、この辺の青はちょっと ここで揃えることにすれば、そうですね、やば、そうすると、おそらく紫も消えるの、左下の場面、はい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 、いきます、はい、はい、気楽にいきましょう、ミスっても別に、まあ落ちてきますよ、はい、あそこまでね、こうだ、うまい、お、早い、そっちの方がいい、うん、よし、あー、こうや、こうや、いい、いい感じですね、よかった、そうですね、はい、次は4色4コンボで、はい、終わらせたい感じです、あ、わかりました、次は逆に4色4コンボがいいです、はい、わかりました、私はこの赤を持って、はい、さって上に行って終わろうと思うんですけど、どうですか、赤、この赤を、はい、あ、いいと思います、いいと思います、いいと思います、横上だけいいと思います、昨日の後何ターンか、ちょっと気になる、5ターン、あ、これ絶対溜まる、あ、溜まりますね、いいですか、これいけますよ、いきますよ、じゃあ、さっといきますね、ちょっと音が結構ずれてるけど大丈夫です、小助先生頑張ってください、いきます、横から上に行きます、落ち込んくんな、落ち込んくるな、そしたら1体残る、これだけ、よし、完璧ですね、これ、うん、これ連続攻撃ダメージいくつ、あ、でも連続攻撃はそこまで来なかった気がする、通常が来るんだけどぐらいで、あのできれば一発受けるのも一強、また一強かなと、ここでは受ける必要ない、いや、あるって、歯ですね、落ち込んで怖い、いや、じゃあこっちの、はい、あの真央さんの昨夜の指針ランブはスキルレベル1なんで、なるほど、あ、そうなんですよね、この指針ランブと、なるほどね、こっち9なんですよ、威嚇ってあのサタンの威嚇中に、はい、詩人乱舞ため、まあ、打ちたいじゃん今カンニングしたら1万5000とか言われたんで、やばい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 ナイトメアナイトメアスラッシュ1万5000じゃんってことは食らえない、食らえない食らえない食らえない、食らってる場合じゃない、この HP だと多分結構怖いですね、いや、これ絶対来るやつでしょ、やばっ、え、じゃあこれ倒さなきゃダメじゃない、リザレクションもあったはず、リザレクションもあるけど、うん、ちょっと厳しい、ここで運ゲーしちゃう、倒しましょう、はい、行きましょう、大丈夫、詩人ランブ一発でもいけると思います、別に濃厚狙ってるわけじゃない、まあね、まあね、まあ、そうできれば濃厚、そう、できれば濃厚、できれば濃厚、でもサタンパをやっぱりこの状態、ランク200ぐらいで作っておきたいっていうのがあるんで、え、待って、これだってそもそも4色決められるかどうかわかんないから、ちょっと考えさせてください。はい、はい。いや、サタン降臨は結構難しいんですよ。そうですね。先制攻撃で死ぬことをサタンで、で回復ドロップがないと辛い、だ一ついいなと思うのが、うん、コンってしまくればいずれ倒せる、あ、そうなんだ、まあ確かにリザレクションもないし、さ、ひどいとこだとコンテにいくらしようと一生倒せねえんじゃねえかなって思えるダンジョンいくつかあるんで、高防御と、うん、あと女神降臨のリザレクションとか、あと、うん、なんだろう、これコンテする意味あんのかみたいな絶望に浸るようなところはあるんで、そうね、そういうのに比べればサタンはまだ優しいかなと、うん、落ち込みもしやすい、来やすいんでね、回復ドロップがない、このパーティーだとサタンの2発通常が増えるから、いや、1発通常食らってたから、だから今日の猶予は2ターン威嚇して、はい、じゃあ、ね、T4 で伸ばして6ターン、6ターンか、うん、6ターン、出力ターンあるんだ、ワールドエンドが何ターン、3ターンに1回、3ターンに1回だけど、6000くらって、残りの
はい、じゃあ決めたんで、はい、いきます。でもちょっと私闇ドロップのこと全然考えられてないんですけど、全然考えなくていいです。次はハーデスなんで、もうド M ハーデスなんで、消しまくればいいんですね、はい、その時に。わかりました。じゃあいきます。落ち着いて4色決められるようにやっていきます。どうでしょうか。素晴らしい。うわいいですね。お風呂は来ました。あと 7。え、これワンチャンあるんじゃないですか。止まりそうですね。ワンチャンある。いいのいいの、あ、いいの、ありです、ね、これは全然ありです。あり、これは本当にフラグ、これギリギリ倒せばね、これワンチャン濃厚見えてきた。嘘、おっしゃ。さあ、これはとりあえず闇ドロップ一掃しましょう。なんか他の色も消えていいんで。そうですね、今水色ないし。落ち込んだけ怖いですかね。設置しましょうか。設置さらっと言いました。そういうのむずいよ。そういうので結構むずいよ。いや、あの光と火だけとか2色ぐらいの整地だけでも結構だいぶ次の盤面見やすくなるんで。じゃあ僕やりましょうか。いや今日はダメです。これはダメだ。今日はダメ。これはダメだ。今日はダメです。これはダメだ。なんだかんだやりたがるので。整地。え、じゃあちょっと待って。闇をいっぱい消して。はい。そうですね。闇をいっぱい消すけど。ちょっと、うん、でもどうせ緑も青もないから。そうです、そうです。平気でしょ。落ちてこなきゃ。空気読めよ、落ち込む。空気読めよ。おめえ。怖い怖い。なんかまた闇いっぱい来ましたね。これ一発殴っても大丈夫だよね。あ、でも落ち込んですごいコンボが続いちゃって抜いちゃうのが一番怖い。逆にしっかり整地しておいて、はい、確実に倒せるような盤面にしとくっていうのがベストなんですけど、はあはあ、光2個消せるみたいな、はあはあ、色に光2個みたいな、はあはあはあ、コンボを組めるのがベストなんですけど、はい、まだ余裕あるんでとりあえずやりつつサクサク消しましょう。ハラハラしますね。怖い。光いっぱいになってきましたね。でもあと火とか遠いドロップを寄せておくとか、はあ、はあはあ、いいかなと思います。はあはあ、その時1コンボ組んであげて闇を消しながら行くといいよみたいな感じ。まあ光も全然消していいんで、結構もう盤面何個あるかな、はい、2、3、6、10個くらいあるんで11か、うん、でじゃあ闇1でちょっと緑を寄せに行きましょう。いいっすね。いいっすね。なんかあ、これいいですね。この盤面でもうもはや倒しに行きたいレベル。いける？いける？じゃあ次は火あたり、上の火かな。右上の火を消したいですね。右上の火をそのまま下にして、そうです、ね、ここから下にポコって入れてそこだけ消 す、ね、いきます。水もちゃんとあるので、はい、ありますね。次のターンに水あの闇を一個消して上のランプを上げてればいいんじゃないですか。やばい、あと3だ。はい、これはもうすごいいい場面になりました。いいですね。いい場面になりました。はい、これはあと、どこだ、一番上の段で光を作って消してあげるぐらいですかね。なんかできることとしては、1ターン半分、やばい、すごい先生たちが一旦一旦指導してくれるぞ。上の段水あーとかできれば最終形を決めちゃおう。そしたら次のターンを消す、うん、スタートを、左の水にするか、右下の闇にするか、どっちかなんですけど、うん、まあ、簡単に作るっていうのを発生するんですけど、はいはい、なんか闇ですかね。水だったらそのまま下に行く
行って、はい、火を作って、はい、上に上がって水作ってそのまま右に行って、はいはいはい、あの光をもう一個作って、うん、最後に木を寄せて終わりなんですけど、うんうんうん、それをどっちを取るかな、そっち取りましょうか。そしたらそっちを取るとしたら横の水を持つ感じ、それに準ずる色を消してはいけないので、ここの光を取って、はい、右端の光って消しちゃいましょう。あのこっちに行くと、いや、真横で、横に作りたいですね。あのそこの緑を使わずに、動かさずに、じゃあ、ここで作ればそうですね、ここでグループとして。でもそしたらこれも消えない？あ、それ消えないです。こう、こう、こう、あ、横に行きましょう、そしたら。こう、こう、真横でいいですね、右に。こう、はい、一路ずれで消える、確かに。そうですね、じゃあこれ真横に行って、はい、ここだけ縦消すですね、はい、最後のターンですね、うん、ハーデスさんの、はい、そうですね、はい、この左の青をですね、はい、左の青で下に行って、ここで赤、一番下の段に赤を添える、あ、下の段に赤、じゃあこうですよ、で、こんな感じで、くるくるっとして上がって、うん、水、光、切るわけですね、水、光、あ、こう上がって、あ、はい、はー、水、光で、危ない危ない危ない、で、水を作ってもいいですし、はー、でも、水無駄消しして次のターンないっていうのは結構悲しい、まあでも、スペアが次たまんないし、それもいいかなっていう感じだ、いきます、はい、緊張する、いい、水消すよ、あ、どうぞどうぞ、あ、いいっす、危ねえ、よし、抜け、6個もあれば、ね、あ、これ見えてきました、これは見えてきたぞ、見えてきたぞ、まだあるで、見えてきたぞ、うわ、まずは必殺技お願いします、お、これですね、はい、スプリングマンの必殺技、指針乱舞発動、アンド、これですか、はい、フレンド先輩ありがとうございます、本当に威嚇発動、あとはマオさんコンボするだけです、やばいやばい、本気で本気の子、本気で殴る以上、本気コンボね、攻略方法、はい、本気で殴る以上です、上です、わかりました、まだバーチェ使うの惜しいですね、まだは、そうですね、指針乱舞もう次のターンにマオさんの、あ、指針乱舞が溜まるんだ、スプリング乱舞が溜まるんだ、スプリング乱舞溜まるんだ、いいですね、なんかドキドキしてきます、うん、やばい、めっちゃ緊張してきたこっちも本当にあるの、やばいやばい、ね、やばいです、緊張してる私はやばい、どうするのがいいだろう、まあ、緑を持って黄色赤、まあ、一応下の闇を消した上で、 それあんま消さなくていい、下の闇後で変換できるから、次のターンに変換使っても別にいいって考えると、そうですね、右下の左側の緑僕なら持ちますよ、こっち、はい、それ上がって一番はぁ、右の段に水を作って、そのまままた戻して光を縦に揃えるんですよ、ただ一番右上に水で、次の横の列に光で、また水作って、で、ぐっとここに入り込むんですよ、うんうんうん、入り込んで、で、緑が揃うじゃないですか、うんうんうん、で、下がって光、ヒットできたところでまた緑をくっつけに行く、はい、で、光二分割の4色4色6コンボ4色6コンボ一番安全に作るな、はい、わかりました、いってみます、はぁ、緊張する、
おお。どうですか？素晴らしい。先生。先生。いい。素晴らしい。どうですか？おお、めっちゃいい。いける。これ。いける。ある。たまりましたよ。たまりましたよ。しこったぜ。いきます。2発目、指針弾具。これはある。やばい。闇いっぱいあるよ。これ、マオさん。行っちゃいましょう、バーチェ。バーチェ、ここで勝負。かけましょう。もうとりあえず、はい、あの光の分割は考えなくていいんで、はい、とりあえず4色、4色以上。わかりました。はい、なんか起きるはずです。わかりました。ドロップ変化。つなげてモーターでも全然構いません。構いません。いきます。光、発動。バーチェ、ありがとう。下で赤作って、緑作って、これワンチャン落ち越したいよ。これ倒したら葬り去りそうな方だもん。ほんと？はい、ありえる。そう、やってみます。はい、はい、もうとにかくちょっと4色頑張って消す。でもいっぱいあるから、それで全然いい感じに来たらいいな。まだターンに余裕はあるんで。決めるだけです。下手したら決めなくても倒せちゃいます。ほんとにほんとやばい。これ、え、嬉しい。巣立った。いや、この日が来ると思わなかったよ。嘘。ちょっと待って待って、ちょっと落ち着いて。ここで調子に乗っていると痛い目を見るので、ちょっと好きなのね。多分もう痛い目は合わない。最悪食らうまでいけるから、うん、全然。マジか、マジっすか。もしかしてこれ、マオさん超熟悔初ノートですか。かもしんない。かも、そうですね、そうですね、そうなりますね。あ、なんか私すごい変なルートしか思いつかないんですけど、それでいきますね。はい、はい、はい、しゃあ、あ、光もう一個。これは行ったでしょ。行ったでしょ、これは。これは行かないわけない。おめでとうございます。サタン降臨を初ノーコンできました。初挑戦じゃないですか。初挑戦、ね、多分挑戦は前に入ったことはありますけど、クリア、初クリア、ノーコンクリア、おめでとうございます。おめでとうございます。リザルト行きましょうか。行きましょう。あ、これです。すごいすごいすごい、いや、すごい。いや、また魔法石が積み重なれて、ありがとうございます。私、小助さんのサタンパーティーをまず作ろうのスタート地点に立てたので、本当に今日嬉しい。ありがとうございます。3コン以内ならいいかなと思ってたんですよ。残んでいけちゃいましたね。やったよ、嬉しいよ。最後余裕でしたね、うん、最後余裕だった。よかった。はい、マオさん、サタン誕生の瞬間残しておきましょう。そうですね、いきますよ。はい、はい、ありがとうございます。はい、はい、
なんとなんかもう閉めて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 クラーケンを閉めて一旦で倒しちゃった時は正直あこれダメだちょっと思ったんですけど、ね、なんかいけちゃいましたね。いい流れ。ハーデスが7ターンで出てきたりとか、うん、ヴァンパイアの処理が上手かったですね。あ確かにヴァンパイアの処理が良かったですね。先生たちにコンボのここでこれを決めとけを教えてもらったのが本当良かったです。あのパーティーもあの特にクラスもほとんどついてないですし、レベル最大のモンスターもほとんどいなかったので、あのいけちゃいますね。昨夜ならこんな感じで、すごい昨夜お持ちの方ぜひぜひこんな感じでノーコンクリア目指してみてください。挑戦してください。マオさんおめでとうございます。ありがとうございます。ソタンゲット、ありがとうございます。はい、では最後にここに登録ボチャンネル登録ボタンがございます。こっちです。ここ、うん、PC の方ですね。スマホの方は、動画概要欄のリンクにチャンネル登録はこちらというリンクがございますので、そちらからよろしくお願いします。お願いします。お願いします。はい、では無課金ユーザースプリングマオさんのサタン降臨挑戦結果ノーコンクリアでした。わー、ありがとうございます。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。マオさんおめでとうございます。すごい。